埼玉市見沼区南中丸付近埼玉県道1号、埼玉川口線は埼玉県の県道である。埼玉県埼玉市見沼区より川口市に至る本線と埼玉市浦和区より道市南区に至る支線から構成される。新設の本線と旧道の支線があり、本線の片側2車線道路は第二産業道路と呼ばれる4車線の都市計画道路である。 支線の上木崎四丁大目交差点から木崎交差点までは沿線にある埼玉県立浦安西高等学校にちなみ埼玉県道120号上木崎4の停車場線と合わせて西高通りと呼ばれる。なお、かつての路線名は埼玉県道149号柳崎大宮線であった。本線が整備中だったために川口市柳崎一丁目を起点としていたが、 本線の一部完成に伴い、埼玉県道1号川口大宮線に変更された。その後、2001年5月1日の埼玉市発足と、同時に起点と終点を入れ替え現在の名称となった。本線は、埼玉市の都市計画道路、第2産業道路と、川口市の都市計画道路大宮東京線の各一部を構成する。2004年12月18日に、 全区間が開通した。全線が片側に車線で共用されているが、都市計画道路、第二産業道路としては、見沼区内の多くの区間が未整備となっている。起点の大和田交差点付近の整備は、着手見込みとなっているほか、第一の久保土地区画整理事業や中川第一土地、区画整理事業の施行区域に含まれる一部区間で、整備が進められている。 ルートは、埼玉県道5号埼玉勝負線から連続する形で、埼玉市見沼区の大和田交差点を起点とし、緑区、浦和区、南区を経て、川口市の道合西交差点で、埼玉県道34号埼玉草加線に接続する。支線とは4カ所で交差する。支線は、埼玉市浦和区の上木崎4丁目交差点から同し南区大和田、延章寺までの区間で、 緑区を経て、南区大技園成寺で本線に至る。なお、裏区と緑区の一部の区間は、県道とは、名ばかりの道幅の狭い生活道路が県道として指定されている。市販の地図でも、上木崎4丁目交差点から木崎交差点までの区間を埼玉県道1 2十号上、木崎世の停車場線に変更して、木崎交差点から、 緑区の不動国交差点までの区間を県道指定の解除としているものもあり注意が必要である。東、浦和第二都地区画整理事業の施行区域に含まれる一部区間は都市計画道路広がやと原山線として整備が進められている。本線支線交差する道路の突起がないものは指導。ありがとうございます。